よし、爪のお手入れ。そんじゃ、ドッキリといきますか。ねえ、つま先見てよ。あれ、なんかつま先が一本多いかな。足の指、こっちやらないで。大成功。慌てちゃって。はい、そこで止まって。あなた、こっち来て。この仮装、うまいだろ。はい、合格。あんな馬は入れて私はダメ。今度は看護師さん。ああ、そういうこと。着替えろと。じゃ、メイクのお時間。ああ、まずは黒とブラシ。この黒い色をまぶたに。しっかりたっぷりね。これでよし。お次のステップ。赤いアイライナーを使うわ。下のまぶたを赤く。ここは控えめで OK よ。そしたら、そこにまた黒。黒はしっかり塗るようにしてね。最後はお口、唇の周りを丸く。そしたら特殊メイク用のノリにティッシュを入れて。これで十分ね。顎の下に貼り付ける。しっかり固定して。もう少し。描いた円の上に。上側もしっかり。残りも終わらせないと。これでよし。乾き始めた。そしたら丸の中も真っ黒に。唇も全部中を塗りつぶす。よし、しっかり黒くなったわね。そしたら偽物の歯、ネイルを切って作ったやつよ。しっかり尖ってる。これをティッシュに突き刺す。上も下もね。これもういい感じにできてない？仕上げのメイク、肌に合ったファンデーションでカバーしていくわ。ティッシュが馴染むようにね。偽物の血を加えて、下の歯にもたっぷりと。いい感じじゃない？さらにスポンジでもっと血を足す。血しぶきに見えるようにね。ちょちょいっと。よし、さらに血を加えたら、首筋にも垂らして、勝手に垂れるのはそのままに。これで完成！怖いメイク。ここにコスチュームを加えれば目立つこと間違いなし。さっき通してくれなかったセキュリティだわ。おや、あそこにいるのは。さて、クラブに入れてもらいましょう。ちょっと、看護師はさっきと被ってるけど。ただの看護師だと思う？この安い給料で死ねますか。また後で。入るわよ。この歌楽しいな。飲み物持ってきたよ。は？何なの？割り込んでこないでよ。いい相手取られたんだけど。飲み物持ってきただけで。は？このタコ。なるほど、これは仕返しのチャンス。まず用意するのはメイク用の粘土。平たくして親指に巻きつける。ちょっとギュッとして尖らせて、あとは表面を滑らかに。なかなかの出来栄え。そこに丸を貼り付けて、下から上へずらりとね。これで十分。お次は色。ブラシを使って紫色に。お肌の色と馴染むようにね。いいね、全部の指にやっちゃおう。すごい、これいいじゃない。よーし、計画の実行といきますか。まだいる。お楽しみなんだから。あ、彼がいなくなった。チャンスね。仕返ししてやるわ。誰だ。てか、タコだ、この人。あれ、あの子どこ行った。帰っちゃった。でも平気よ。あの子遅いな。
このパーティー楽しみだね。中入らないの？まだ待ち合わせで。うわ、クッキーの方がイケてんじゃん。ごめん、遅れて。全然仮装になってない。もう、ま、これでやっと入れるね。待って、あなたは通ってよし、でもこの子はダメ。ごめんよ。はあ、それってなくない？メイクが流れてく。なんとかしないと。一度メイクをすべて落として、このティッシュをほっぺに水で貼り付ける。ほーら、ぺったり貼り付いた。全体をまんべんなく濡らして、目から下に破いていく。端っこを少し折る。これくらいでいいわね。そこにメイク用の糊を使うわ。ティッシュの上から塗っていくの。お肌の上にも少々、これくらいでよし。そしたらドライヤーで乾かして、熱の力で乾燥。お次はメイクの出番。肌に合ったファンデーションを塗って、ティッシュを隠していく。ほら、本物のお肌みたい。結構大変だけど、その価値あるよ。できるだけ本物っぽく見せないとね。よし、次はセッティングパウダー。粉が舞うのが楽しいわ。これをファンデーションの上に。いい感じじゃない？その上からは血のりを塗るわ。破いた三角形の中にたっぷり塗る。端にもペタペタ。わお、スポンジでなじませて完成。半分の顔は普通、でももう半分の顔は怖い。コンタクトで目を変えるといい感じ。私を置いてはいかせない。うわ、なんだ、びっくりした。その撮っていいわ。やった、ハロウィンパーティーに参加できた。うわ、あの子すごい。おお、中に入れたんだねえ。何がねえよ、さいなら。どれどれ、これはハロウィンパーティーは今日？でも衣装がない。急いで何か見つけないと。使えるものはあっと、うわ、ない。どうすればいいの？あ、足が、なんなの、もう。床中レゴだらけ、散らかすんだから。今それどころじゃないっての。いや待てよ、これが解決の糸口？レゴの残りを出しちゃおう。ちょっとやめて。このバケツ借りるわね。よし、まずはナイフで丸く切り抜く。上に発泡スチロールをセットして、上に黄色いシート、横にも黄色、それを上にくっつけるわ。テープで十分ね。よし、そしたら油性マーカーでお絵描きの時間。眉毛が足りないわね。まつげと唇も。これでレゴの衣装が出来上がり。わあ、大成功だわ。皆さんはどんな仮装をしてみたいと思いましたか？コメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。